時は江戸幕府。五代将軍徳川綱吉の治世、町人が生み出す元禄文化、華やかなりし頃。江戸の町にありえぬ奇怪な事件が次々と起きていた。この物語は一人の岡っ引きと魔界から蘇った絶世の美剣士がお江戸を恐怖に陥れるあやかし、地味猛霊どもと戦う物語である。お江戸あやかし物語、元禄ありえ事件帳。この番組は大阪アニメーションスクール専門学校の提供でお送りいたします。第2章、妖怪まやかし善人、その1。お願いですから、あのお金を返してください。あれは大切なお金なんです。あいにくだが諦めるんだな。ひどい、騙したんですね私を。詐欺っていうのは騙されるやつが悪いんだ。ひどい、お金を返して。うるせえ。なんだ、妙な気配がするぜ。あ、お前らは誰だ。晴らせぬ恨みを晴らし、許せぬ人でなしを消す、人呼んで仕掛け人。いずれも人知れず、仕掛けて損じなし、人呼んで仕掛け人。死んでもらいます。やめろ。うわー。俺の名は銭形平蔵、実手片手に江戸の町を乱す悪党を成敗する岡っ引きってやつだ。真夜中に男が一人首を切られて殺された。どこのどいつがやったのか、このままほっとくわけにはいかねえな。銭形のとっつぁん。おう、神宇屋の岡よ、おめえなんか手がかりはつかんだのか。殺された男は評判の悪い詐欺師だったよ。偽物の薬を若い女たちに売りつける悪どい商売をやってたらしいね。はあ、偽物の薬ってのはどんな薬だ。飲めばすぐに痩せられるとか、あとは眠り薬さ。最近夢の中に妙な男が現れて眠れなくなる女が増えてるらしいのさ。妙な男が夢に。その男というのが。あなたは誰です。それがしの名はイルコチオドーマル。戦の世に背を向けて一人諸国を旅する浪人。いやー、恐ろしい夢、消えてください。夢の中でまどろむ美しい女、それがしを見つめるその熱い眼差し、この目は、ああまさか。お願い、私の夢から消えて。そなた惚れたか、それがしに。消えてください。そなたそこまでそれがしに。なんじゃそら、あ、なんじゃそら、やばい、それ犬子千代道丸じゃん、やばー。まさか詐欺師殺しに千代道丸が絡んでるとは思えないけどさ。あの野郎、何を考えてやがるんだ。婿殿、婿殿、早く出かければまた遅刻いたします。課長が仕事に遅れてばかりでは中村家の恥。はいはい、母上すぐに出て行きますから。あなた、今日は私お母様と芝居見物に参りますから、帰りは遅くなります。夕食はどっかで食べてきてくださいな。芝居見物って何を見に行くんだ。配給でございます。おせん、楽しみだわね。ハイパープロジェクション演劇、もうワクワクがノンストップでございますわ。はいはい、じゃあ今夜はうどんでも食って帰ります。それでは。たまんないわ、バレーバカたちがここにいる。お母様、グッズ山ほど買っちゃうわ。カカオとババアは夜は 2.5 次元見に行くってよ。たく、家の中グッズだらけだ。婿養子はつらいね。それで昨日の仕掛けはうまくいったんだろうな。ああ、仕掛けて仕損じなし、
さ、今度はどこのドイツを切り捨てるか。今夜打ち合わせだ。楽しみだね。草木も眠る牛蜜時、こんな夜はまた犬子千代道丸が現れて若い女につきまといやがるにちげえねえ。今度姿を見せやがったら、この銭形平蔵が得意の投げ銭を眉間に命中させてひっ捕まえてやら。キャー、なんなのこの変な人。出やがったな千代道丸。やめて、近づかないで。そなた惚れたか、それがしに。この人キモい、誰か助けてください。そなたそこまで、それがしに。何やつ。こんばんは、お千代さん。お前は目明かしの銭形平蔵。聞きてえことがあるんだ。てめえ詐欺師殺しのこと何か知らねえか。秘伝の剣術無双アリエン流、しかと見届け。銭形のとっつぁん気をつけな。おかよ。おい千代道丸、あんた詐欺にあった女たちの夢に現れていたのは何が狙いだったんだよ。エロイムエッサイム、我は求め訴えたり。だから何を求めて訴えてるんだよ。そなた惚れたか、それがしに。うん、ずっと言ってるけど惚れねえわ。あんたいちいち回りくどいんだよね。ネチネチと女の夢に入り込みやがってよ。言いたいことがあるならはっきり言ってくれりゃいいだろうがよ。男でしょ。ねえ、このネチネチ坊や。この言われ方とにかくものすごくいい。鼻血出しながらもだえてやがる。リン、あなたのあやかしが江戸の町に現れるだろうぞ。やっぱりなんか知ってるんだな千代道丸。大千代道丸、必ず聞き出すからな。忘れんぞ。全然止まんない。忘れてもらって結構だ。消えた。結婚だけ残して消えやがった。時は元禄、魔界より転生し江戸の町に現れた妖気犬子千代道丸と銭形平蔵の新たな戦いが今宵ついにその幕を上げた。 2.5 次元ならぬ0次元サウンドドラマ、お江戸あやかし物語元禄ありえん事件帳第2章、次回に続く。闇に救う者よ、毒持てる蛇、まがまがしき悪魔よ、今こそ現れて災いの力を貸せ。姿を見せよ、来たれ。復讐するは我にあり。我、これを報いん。エロイムエス、我は求め訴えたり。この番組は大阪アニメーションスクール専門学校の提供でお送りいたしました。
かける言葉は